今度はまた違う地層です。で、ここの地層はこう見ると少し灰色の地層があって、で少し黄色っぽい地層があって、でだんだん粒の見えるような地層があって、でこのピンク色の地層があって、でそういうのがだん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 こう繰り返している地層になります。でこちらの灰色の地層は、目で見てもこう粒が見えません。でこれはいわゆる、泥が溜まった岩石ですね。で泥からだんだんこういう砂が溜まっていって、でさらにもっと粒の大きい礫が溜まっています。で最後こういくつか火山灰の地層があって、でまた礫と砂の繰り返しとなります。でこれは全体としてだん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 深い地層からだんだんこう浅くなっていっているのをこう表しています。でさらにこうよく見てみると、こちらのこう大きい粒のところにはやはりたくさんこういった生根化石があるので、こちらでは生物が住んでいて、こちらの地層ではあんまり生物が住んでいなかったということを示しています。